切手のない贈り物は、チューリップの在津和夫が作詞、作曲した曲の一つ。1977年に NHK の音楽番組、歌は友達で発表された。同番組では、ペギー・早山、南沙織、安倍・静江、森山良子や他の出演者によって歌われた歌詞やメロディが母親や小学生の間で人気を集め、 ピーク時には NHK にた日1万通もの楽譜を要望するハガキが殺到するなど大きな反響を呼んだ。同年、ボニー・ジャックスを皮切りに、ペギー・ハヤマ、田中聖事など数社の共作でシングルレコードが発売された。好評ぶりから1978年6月に同曲の歌番組、みんなの歌で放送され、またも大きな反響があった。1982年10月と、 1996年6月に2回リメイクされているカバーンを含むレコード等の総売り上げは100万枚を超える大ヒットとなった作詞作曲者のザイツカズオによるとこの曲はアメリカのポピュラーソング You Are My Sunshine のような曲をと依頼されて制作したものだったという映像の主な舞台である 戦争時映像に登場した足川駅跡1978年6月に登場。歌は、在津和夫とチューリップ。16ミリ実写映像を使用し、在津和夫本人が出演。モノラル音源。放送では、1.24.5番を歌っている。3バージョンのうち、このバージョンが NHK に現存していなかったが、2011年9月23日放送のみんなの歌フェスティバルで、 みんなの歌発掘プロジェクトにより放送された。その後、DVD の第2弾にこのバージョンが映像特典として収録され、2012年3月19日、深夜のみんなの歌発掘スペシャルでも放送された。1982年10月に登場。歌は、在津和夫の完全ソロになり、こちらも16ミリ実写映像で、在津和夫本人が出演しており、 歌詞も1.24.5番を使用しているが、最後に1番を歌っている。映像はオリジナル版同様実写で東京の戦争時を主な舞台とし、一部に国鉄層屋本線に当時所在した足川駅が登場する。ちなみに DVD に収録されているのはこのバージョンである。2013年8月17日と同年9月17日にみんなの歌リクエストで放送。 1996年6月に登場。歌は在津和夫のソロで、アレンジも1982年10月と同じだが、感想と最後に女性コーラスがついているのが特徴。映像は古川拓によるセルアニメでみんなの歌史上最古のハイビジョン作品である。この音源が CD 化されている2013年4月20日と5月18日には、 みんなの歌リクエストで再放送された手話ソングとして知られている2008年12月31日に行われた第59回 NHK 紅白歌合戦では大橋ぞみの独唱の後全員で合唱してオープニングを飾りテーマである歌の力人の絆を印象付ける演出が行われた2011年奥広屋による SF 漫画を映画化したガンツでは劇中で 田中聖二が歌ったバージョンが挿入歌として使用された。若き日の田中聖二をモチーフにした怪人、田中聖人が持っているラジカセから流れる歌という設定であった。2016年、ワニマが歌ったバージョンがカーセンサーのコマーシャルソングとして使用された。サッカー J リーグ柏レイソルのサポーターが歌うちゃんとの一つ、柏から世界へはこの曲が元歌となっている。 レイソルの本拠地である柏市から中継した NHK のドジマン2015年12月6日放送分ではレイソルのサポーターが出場してこの曲を歌唱ゲストの香取慎吾とのトークでこの曲とレイソルについて語る一幕が見られた JR 西日本の企業 CM 曲一人一人の思いを届けたい編として使用されている歌手は小池光子ありがとうございます